2011年3月11日東日本大震災が東北を直撃した、いわゆる避難民になっていたんですけれども、やっぱりこの燃料電池をですね、一刻も早く世の中に出して、安全で環境に優しくて極めて経済性も高い製品として仕上げていくということに、生意気なようですけれども強い使命感を感じておりました。ワンチームで一つの製品にまとめ上げていけるのか、これ大変重要なポイントだったと思いますし、どんなにいいセルができてもですね、これ全体のシステムとして組み上げないと、これは世の中の役に立たないわけで、ぶどまりをですね上げる、これは非常に難しいことでありまして、我々の工場の整流化 BOP のコストダウン、そしてより燃料電池というこの製品の性能機能を発揮できるような仕様のものに大変苦労したところですね。加圧をしてガスタービンのような既存の発電システムと組み合わせていると、燃料がどこでも自由に使える、いずれの形にも対応できるのがですね SOFC だと。